お願いします。原田しおりです。年齢お願いします。24歳です。出身地お願いします。宮崎県の宮崎市です。出身校。宮崎日大高校を卒業して東海大学に入りました。はい。ポジションはどこですか？ポジションはアウトサイドヒッターです。はい。得意なプレーは何ですか？得意なプレーは高いトスを思いっきり打ち抜くこと。はい。試合で見てほしいプレー。試合で見てほしいプレーは、なんかこんなトス打つんかみたいなトスを思い切って打ちに行くので、そこを楽しんでもらえたらなと思います。はい。第一印象良かった人。第一印象良かった人は光る。じゃあ逆に悪かった人。悪かった人はマミにしとくわ。でマミって言ってください。マミ。リクの第一印象。間違いない。カノアに入ったきっかけ。カノアに入ったきっかけは、福岡に引っ越してきて、そこでカノアっていうチームを知っていて。試合中やらかしちゃったエピソード。試合中やらかしちゃったのは、大学の時にちょっとジャンプサーブに挑戦してたんやけど、その1試合の中で多分3回ぐらいライン踏んで、もうねベンチの人も監督もね、あ、またやりよったっていう空気にしたこと最後に意気込みお願いします。意気込みはちょっとバレーをしてない期間も長かったんですけど、自分なりに精一杯こうみんなと一緒に戦えるように今頑張ってるので、そこも応援しつつ皆さんをワクワクさせられるようなプレイヤーでいれるように頑張ります。はい、今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメント待ってます。バイバーイ。バイバーイ。